まあそれにしても、ですね、まあ、昨日は、ね、大阪府のね茨城市というところで、まあ、僕はもう茨城市と言ってるんですけども、も正式な名前としては茨城市ということで、その茨城市長選というのが昨日はあっ で、んで、茨城、えー、市議補選っていうのもあったんですよね。まあ、それが、まあ、あのー、まあ、このでもね、コロナの状況でね、なんかどういう風な、えー、選挙戦になるのかなっていうのが、まあ、最近の地方選とか見ても気になるんですけども、意外とその市長選に関しては投票率が3%ぐらいしか、 落ちてなくてですね。まあ、それでも33%と、まあ、もともと低いと、前回も36%ということで、まあ、茨城市の投票率っていうのはもともと低いんでね。まあ、これがどういうふうに影響するのかなと思ってたんですけども、まあ、これ現職の福岡洋一さんという方が、えー、再選されたと。んで、えー、 維新大阪維新の会がね、候補者を立ててたんですけども、まあ、その維新の新人の方が敗れたということで、まあ、これがちょっと興味深いなと、票、ま、差、あ、的にはだいたい1万票ぐらいの差でね、まあ、結構、差をつけて現職の方が、えー、当選されてると。うーん まあ、やっぱ、まあ、二期目だと思うんですよ。二期目っていうことで、まあ、それはもう現職の方が強いのかなって思うんですけども、やっぱり大阪って言ったらね、やっぱり維新がえ強いと。今だってね、大阪府知事の吉村さんもですね、すごく、えコロナ対策でね、あの、露出もあったり、えー、ね、まあ、応援されたりとかっていうのもあってですね、まあ、あの、現職フリー、 であってもおかしくないかなと思ってたら、まあ、実際蓋開けたら1万票ぐらいの差があったというとこに、まあ、ちょっと、あの、びっくりしましたね。えー、ほんで、あと、茨城市議補選っていうのもあってですね、まあ、そこではですね、維新がもう圧倒的というかですね、ね、3人の議席があるんですけども、えー、そのうち2つを維新が取って、えー、あとは自民党が取ったと、いうことでね、まあまあここは、あの、 でもただね、これ、茨城市長選の現職が取った4万2000票、維新の新人が取った3万2000票っていう票と、ですね維新の、あの市議補選で取った維新の、えー、この2人の得票数っていうのがですね、えー、2人の得票数が、えー、3万9000票なんですね、維新の浜森さんという方で、遠藤梢さんという方、合わせたら、えー、3万。 8000票近くあるんですけども、まあ、それがですね、市長選になると3万2000票しか維新の新人の方が取ってないっていうことで、ま、あこの6000票ぐらいの差っていうのは何なのかなっていうのが、えー、そこが僕はちょっと気になったところですね。だから投票行った方が、え、維新の、あの、市議補選ではですね、維新の名前を書いてもですね、やっぱその、 名前は、市長選ではですね、現職の方に入れていると。うん、でもこれ現職の方も前回は維新も応援してて、自民党もですね、維新と自民党が支援してたんですよね。まあこれはもいろいろね、この前々回のあの、市長選からなんかいろいろあった。前回の市長選で、その前市長のいろいろな問題があったということもあって、まあそこでは維新が割れたと。で今回は、えー、維新、 新、ねまあ、新しいいに人を立てたということで、まあ、この辺がね、どういうあれなんかなと、まああのえー、市民会館をめぐっての、まあ、予算の使い方が、まあ、争点だということになってたみたいなんですけども、まあなんかね、その、 ちょっとわからないですけども、多分維新としてはね、やっぱり維新独自、前回は自民党と維新が応援して当選した今の現職の福岡さんよりも、まあ、維新独自の候補でですね、まあ、維新の市長を誕生させたかったのかなっていう感じも、 え、するんですけどね。あんま詳しくはわかりませんけど、まあそんな感じだろうなと。まあでもそれがですね、負けたっていうとこが、まあちょっと、おっと思いましたね。うん。まあほんとなんか、まあ茨城市っていうのはね、まあ結構その、まあ山の多いとこって言っていいと思うんですけども、まあんなんかね、ここはその市議補選を見ても、えー、元新社会党のね、山下敬樹さん、えー がですね、まあ、落選したんですけども、4位につけて、えー、立憲民主党と共産党の候補よりも、ですね、まあ、票を、えー、取っていると、まあ、いうところから見ても、いろいろ興味深いなと、この茨城市というのはね。<laughs> <laughs> あの、いろんな事情があるんだろうなと。あと僕がね、やっぱ気になったのが、その公明党の動きっていうのが、今回どうだったのかなと。公明党なんかね、あの、地方選は延期しろ、延期しましょうということで、まあ、議員立法まで作ってですね、えー、主張してるわけですよね。この地方選の延期っていうね。まあ、そんな中で、この、 茨城市長選と茨城市議補選でですね公明党がどう動いたのかなっていうのがあんまもう一つ分からへんっていうところがあると。ただでも、市長選の、えー、維新の取った人の票とですねこの維新の市議補選であ2人が取った得票数と比較すると、ですねあの市長選の維新の新人候補の方が票が少ないっていうのがなんか気になるなっていうね。うん その公明党がどう動いたのかなって聞いてみたいなと思うんですけども <laughs>。まあなんか、その、やっぱりこう、手放しで維新っていう感じでもないのかなみたいなね。えー、まあそれがね、まあ今年、ね、えー、今んところは、あの、大阪維新の会のね、維新の代表の松井さんはですね、えー、大阪都構想の住民投票、 今のところは、あの、やる予定なんですけども、やる予定だと言ってはるんですけども、ただコロナとかね、こういうの影響あるから、ひょっとしたら延期っていうかね、まあそういう状況じゃないっていうこともあるかもしれないみたいなことを、えー、なんか新聞記事で、えー、読んだんですけども、ん。まあなんか維新としてもこの結果っていうのは、あの、不本意だったかもしれませんね。まあ維新の足立さんとかも、えー、なんか延期した方がいいとかね。 え、言ってた方も維新としてもやっぱ延期してほしかったと。今回の茨城市長選にしてもですね、まあ、市議補選にしても、うん、っていうのがあったと思うんですけども、まあ、あのー、 こういう結果にあったというのはですね、まあ、ちょっと興味深いかなっていうね、大阪の、まあ、今、ほんで、大東市長選っていうのもね、行われてるんで、まあ、それが次どういう結果なんのかなと、え大東市長選では維新は立ててないんですかね、候補はね。うん。まあ、ただ、元維新の方がね、出てて、まあ、この辺がなんか色々、あの、 医師の中でもなんか批判があったりとかしてですね、えー、それが、あの、どういうふうな影響をするのかなと思。大統市議補選っていうのもあるんですかね。大統市議選っていうのがあるね。えー、市長選と市議選っていうのがあってですね、まあ、ここで市議選の方は維新はいっぱい立ててるんですけども、まあ、その辺がね、えー、次の大統市長選、大統市議選の結果っていうのを、あの、興味深いかなと。 まあだからね、まあ吉村府知事が、維新のね、吉村さんが、あの、まあテレビでね、テレビとかマスコミとかね、まあ NHK でもそうですけども、すごい露出してる割には、茨城市長選への影響というのはあんまりなかったと。で投票率もコロ,コロナでですね、なんか大きく、えー、下がるのかなと思ったら、そうでも3%ぐらいしか下がってなかったと。えー、いうとこがね、あの、やっぱ興味深いですね。うん まあこれがね、まあ、そうは言ってもね、まあ、維新以外の,、えー、その野党というかね、まあ、自民党もひっくるめてですね、やっぱりその、えー、まだまだあの力が、えー、弱いというのがありますからね、だからそこをどう考えているのかなというのは思いますよね。 やっぱその自力がないと、えーまあ、自民党はね、ま,あのまだ、えー、国政では与党ですから、えー、自民党公明党とかはね、安泰な面はあるかもしれませんけども、まあ、国政野党のね、えー、立憲民主党とか共産党とかはですね、やっぱもっと考えていいかな、あかんのちゃうかなと、この結果から見るとね、うん新元新社会党の、ね、山下さん、 の方が、まあ、票を取ってる8000票ぐらい取ってるんですかね。うーん。そこから行くとやっぱもっと、あのー、考えないとね、あのー、次の衆院選とか、えー、そういうことを考えるとですね、えー、立憲民主の方は6400票、6 1 7 5票、共産とか5 0 5, 票とで山下さんが8672票ということでですね。やっぱ、やっぱ山下さんの、まあ、落選したとはいえですね、えー、そこに大きく水をあけられている立憲、共産というのがですね、やっぱ今後の課題なのかなというのは思いましたけどもね。 まあまあほんとなんかね、いろいろ、えー、まあ次のね、大東市長選、大東市議選の結果も気になりますし、意外とね、あの、まあ、維新がね、まあ,あの、選挙運動がやりにくいっていうのもね、すごくあったと思うんですけども、ただ、まあ、露出的にはですね、僕はやっぱり維新の方が、僕は有利だったんちゃうかなと。 いや、思うんですよね。吉村さんがい,あのいっぱいテレビに出て、映っててね、えー、ニュースでも取り上げられてるわけですから、うんそん中では意外、僕としては意外な結果だったんじゃないのかなというふうに、えー、思いましたけどね。どういう裏事情っていうかね、どういう動きがあったのかなと。公明党はどう動いたのかなっていうのが、えー、今のところ気になりますけどね。どうなんかなっていうね。 チャンネル登録よろしくね。